実践実証竹下塾のブログにようこそ。いやー、驚きましたね。よくこのブログを見ていただきました。ありがとうございます。ありがとうついでに、いいものを見せましょう。これです。1億円です。お目にかかりたいですね。そしてもう1枚。10年後の達成額ですということで、プレゼンテーションによく使う資料です。最高が、前年度130%アップでいくと、この数字になりますよというご提案なんかに使うんですよね。で、具体的にじゃあどういうふうにして、これを達成するんですかということの答えです。経営理念、組織構築、経営戦略、媒体戦略、まだまだ他にあります。これを全社一丸となって、目的、目標として頑張りましょうということなんですね。竹下塾は実際にこれをやっています。そしてやってきました。そして結果を見ることができます。ぜひ興味のある方は